あ、行くぜ。この膝ってさ、どっち向くんだろう。じゃあこっちだろう。真横だろう。それともこっちだろう。1番、2番、3番。1番、2番、3番。どちら？あ、1番だと思う。はい。2番だと思う人。3番だと思う人。3番ですね、どちらかというと。だってさ、まず危ないよね。あわらだから。あと、足上げて。足かけていい。なんかかかっちゃうね。腰浮くんすよ。うん。だから、これなら足死ぬでしょ。うん。止めたいのは、ここは、やっぱり、この腰の、鼠径部止めれれば最高。これでも足回んないから。だから、じゃでもそれ難しいの。だって、俺今、前進してんのに、前進してれば、前に落ちるのが自然じゃない。ね、ちょっと俺、こっちの方が得意なんで、こっちでやるけど。なかなか、これ明確に、俺はすごい止めてる。これで。止めてこっちに行って。これならいいだろう。それを、ずっと。しかもね、こっちはね、現実あんま聞かない気がする。だから、慣れてない間はこう、ここでもうつま先返した方がいいんだけど、現実そうするとちょっとここのスペースが空くんで防ぎやすい。だから慣れればこうギリギリを進まして、ギリギリを進ましてこう、帯の横ぐらいにつま先まっすぐ向いてって初めは。そして絶対ここで歩みを止める。ここで下ろそうとしたらもう全部止められるから、何もただ歩く、歩いてここで止める。そして戻す。で、すごいとっても大事なことは、腰はずっとこっち向いたまんま、これの方が落ちるんですよ。これはね、やってみないけど、こっち向いて、相手の方向いたら落ちないんだよね、膝、意外と。うん、こう、なんか止まるんで、足入りやすくなるね。そう。だから、もう関係なく歩いてったら、しかも、膝を下ろすときにこれ出せば足回していいぞ。これで終わりだから。現実コーナー。あ、来ていいぞ。これで終わりだな。もう一回、止めて、右手で、左手でこの手引いちゃえばこれで止まるんで、俺はそうしてるけどね、ちょっとやってみましょう。